あ、ラストのインタビューまで見てた、しっかり配信が終わるまでしっかり見てたわ。ちょっと明るかった普通に。ん？お、こう持って。今日早く寝ないね。今日はね、まだしないといけないことあるか。しずく声覚えないとだから、しずく声を覚えて寝る。あれ何の衣装かな、ちょっと分かんないかも。眠くない？今は全然眠くないよ。今は眠くない。もうちょっとゴミ捨てのほうがいいな。買ってないかな。今日かショートスリー、ショートスリーパーではないな、ロングスリーパーだな。無理。いや全然短い時間の時もあるけど、全然あるけど、1時間も寝ない時とかあるけど、でもそれは寝れなくてじゃなくて、なんだろうな。まあでも結局寝れなくて寝てないのか。結構日による。じゃあ長い寝る仕事。寝るのが好きなんだよね。寝るの好きで。シューキリンさんのせいだ。あ、そう、練習14かな。14だったさ。14日の B 公演でもですね。11は出ない。本当に審査さん何もやってない、まだ何も考えたりでしょ、そういうスピーチみたいな。何も考えてないよまだ。しずく声まずさ、私一応覚えないと。そういうの覚えてからやるから、生誕祭の方何か考えたりとか、まだ覚えてないからな、全部そっちが簡単じゃないから。さあ、あさってなんだよな、やんないと。だから今日配信終わった後にすっごい立ち位置全部覚えて、明日は一日中ずっと練習する。振りは多分覚えてるけどね、1なんだよ。なんかやろうと思って、やろうとは思ってたんだけど、なかなかやる気になんなくってさ、当ててしまうと思ってたら全然やってなかった、やばい。2日前に立ち位置覚えて1日前に振り起こし、振り起こすスタイル。いや、そういうわけじゃないけど、もう振り起こしはね終わってる、めっちゃ前にやってる。9月入った段階ぐらいからもうちょっとずつやり始めて、振りは覚える、起こし始めて。あ、そもそも振りが先に起こす。立ち位置は最後の方だね。2日前とか立ち位置、1日前2日前ぐらいにある立ち位置だけ。立ち
ち先に覚えるの無理だもんできない先に振り起こさないと立ち位置だけじゃちょっと無理だ。さっきとか振り知らなくて立ち位置覚えるはできないや。夏休みの宿題とか最後にやる、夏休みの宿題いつも最後終われてたね。全くやってないわけじゃないんだよ途中で。なんなら夏休み始まる前にさ宿題ちょっと配られたりするじゃん。その段階でちょっとやって終わらせたりとかするものもあるけど、なんだろうな、なんか最初の方はやるんだけど途中やらなくなってずっとやってなくって最後残っててみたいな感じ全く全部やってないってわけじゃないんだけど、そんな感じだった。なんか配られるじゃん、その長期休み始まる前とか、うん、少し全部じゃないけど。セリアリ初で、あ、雫公園がセリアリ、雫公園でもセリどう動くか知らないんだよね。わかんない、そもそも動くかもそんな知らない。どうだろうね、わかんないよ。雫の8人よくわかんないな。そうなんか夏休み入る前に食われたやつとか少しやって、夏休みの最初の方も少しやるけどみたいな、結局最後の方残っててやるみたいな。みんなそんな感じ、私の兄弟夏休みが近づくとみんなやばい宿題終わってないっていうのをやってるわ余裕もっと終わってたことないかも今まで。今年の夏かき氷食べない、なんかかき氷なんか食べたよ、食べた夏何月だっけあれ何月だっけあれ、ちょっと待って、何月だっけかな、6月か7月あたり、6月だな、6月に食べたよ。なんかなんかそんなに好きじゃないんだけどかき氷、なんか食べた。でもその1回だけ、なんか氷系のさかき氷とかアイスとかあんま好きじゃないんだけど、唯一好きなやつがあって、なんかクリームソーダみたいな、うん、クリームソーダかなみたいなやつのアイスがあって、周りがねシャーベット系のソーダ味のアイスで中にバニラ味のアイスクリームが入ってる。そう、周りがシャーベット系なの、でも中のバニラ味のアイスが好きでバニラのアイスクリームが好きで、それ好き、ソーダクリームみたいな、違ったっけな、そんなやつ、それは唯一好き。なんかファミリーパック売ってるやつなんだけど10本ぐらい入ってて、でも10本は全部はいらないけどぐらいの感じなんかね、そのバニラアイスがめちゃくちゃ美味しいの。真ん中に入ってるバニラ、ソフトクリーム、ソフトクリームはね逆にそんなに好きじゃないそんなに好きじゃないかも。なんかマック家族とか行った時にさ、イートインで食べた時とかさ、みんなハンバーガーとか普通にご飯食べた後になんかアイス食べるとか言ってアイス食べたりしてるんだけど、私だけ普通のアイスじゃなくってソフトクリームじゃなくってなんかソースかかってるやつとかマックフローリーにしたりとかなんか何もかかってない普通のソフトクリーム、そこまでかも。あれは好きだよ、なんかめっちゃ濃いやつは好き、味がなんか牧場とかで売ってるようなソフトクリーム、あれは好きだけど、
こまで、普通のソフトクリームそこまでって感じ。嫌いとまではいかないけど、好きでもない。普通くらい、そこまでだね。アップルパイ、アップルパイは好き。普通にアップルパイ、リンゴは好き。プルパイ、何々パイみたいなやつも基本好き。チューペとその好きじゃないや。シャーベット好きじゃない。アイスクリームは基本好きかな。どれも。シャーベット系のやつは好きじゃない。そうとかあるじゃないですか。トーンも美味しいけど、あれちょっとなんかちょっとシャーベットみたいな感じじゃないっけ。あれ食べないからもう分かんないけど美味しいけど、そのうちシャリシャリしてるのあんま好きじゃない。氷が入ってる感じが。見えてんの、ミスド買いに行け。ミスド行ってない。そもそも行ってないよ。行ってないな。なんでそうより、あースーパーカップ、確かにスーパーカップとかムーみたいなあるよね。そっちの方が好き。ムーだな、ムーが好きだな。あれのバニラ味とか抹茶味が美味しい。何回かしかないけど食べたこと。マックのコクうま、コクうま、すき焼き、月見美味しかった。それ気になってるんだよね、すき焼きの方美味しそう。月見パイも美味しそうだし、おくるりモンブラン味も美味しそう。なんかこのガリガリした感じ。いやね、ガリガリした、まあそれも好きじゃないかもしれないけど、なんだろう、あ氷食べてる感じ。なんだろう、氷なんでだろうね、そんなに好きじゃない。あれかな、多分ガリガリしたのもそんな好きじゃないんだと思うんだけど、味薄くない？そういうシャーベット系って基本アイスクリームのが好きなんだよね。だからクリームなんか溶けちゃったらさ、なんかかき氷とかだと、そういうカップ系のやつ、水飲んでるみたいな冷たい水。原宿行ってクレープ、原宿行ってクレープ食べたことあるの多分一回だけだなそんなクレープ自体最近食べないけど、クレープね、確かに最近食べてないな。食べたい。原宿行ってクレープ食べたの1回だけだわ。なんかチーズケーキがなんか乗ったやつ食べたことある。フラペチーノでも本当はねそんなに好きじゃないんだけど、そのさ、あの氷の感じがするのだからね、なんか最初のめっちゃシャリシャリするやつよりかはちょっと溶けた感じのフラペチーノが好き。わかる？フラペチーノ自体は好きなんだけど、スタバのさなんか新作とかめっちゃ気になるし行くんだけど、最初飲むんだけどなんか違う。でも最初はさこう氷の感じがそれ残ってるじゃん。だからちょっと時間置いてちょっと溶けたぐらいで飲むのが好き。ジェラートあんま食べないけど、ジェラートは好きだと思うけどな。あんま食べない普段。北京ディクションに近くのクレープ屋さん行ったこと。え、クレープ屋さんあるの？知らないや。あったんだ。知らなかった。なんか
草むしさん、タピオカ屋さんがあるのは知ってるけど。ガリガリ君、ガリガリ君好きじゃない。ガリガリ君はもう、どう考えてもあれやって氷系のやつじゃん。あれ、シャーベット系のやつ好きじゃないね。ガリガリ君はちょっと、好きじゃないな。なんだろうな、アイス飲みも、こう、周り、ん？周りのなんかさ、コーティングされてるやつみたいな。あれがちょっとシャーベット系のやつじゃん。好きじゃないんだよな。でもね、アイスの実のなんか白いカフェオレ味、あれは味がめちゃくちゃ好きだった。もう食べないんだけど普段アイスの実。白いカフェオレはね好きだったの。あれめっちゃ美味しい。基本自分で買うのはアイスクリームしか買わない。好きじゃないからシャーベット系は。買わないなぁ、なんかシャーベットあんま好きじゃないだろうなっていうのがわかるから。パピコはね、あの普通の味は好きだよ。味なんか普通のコーヒー味かな、あれ茶色いやつ、あれの味は好きだよ。好き。なんか他の味もあるよね。なんかカルピス味、あれも美味しかったけど、でもコーヒーが一番好きだな。パピコも好き。でもパピコもそうだな、パピコもちょっとシャーベット感が薄くなってるパピコが好きなんていう、ちょっと溶かし、ちょっと溶けてる状態の、ちょっとだけね、めっちゃ溶けてるパピコは嫌だけど、ちょっと溶けててみたいな、氷の部分が溶けててみたいなパピコが好き。あ、ホワイトサワーか、あれカルピスみたいな味するやつ、あれも美味しいよね。して買ってみたりしない。シャーベット系は好きじゃないからね。そんなにそれよりも自分の好きなそうなもの買った方がよくない。買わないな、だから買わないよ。美味しそうって思ったのは買ったりするけど、シャーベット系でも、自分が好きそうな味だったら。あ、でもガリガリ君は買わないな多分。全部シャーベットみたいなのは買わないかも。ああいう感じの、なんかパピコってさ、シャーベット系ではあるけどさ、なんか中間みたいな感じじゃない、アイスクリームとシャーベットの中間。そういうのだったら買ったりするかもだけど、ちょっと牛乳パックの凍らせるの、ああなんかあったね。私やったことないんだよね。でもやったことないや、凍らせる。でも私好きじゃなさそう、それ。シャーベットみたいな感じでしょ。多分好きじゃなさそう。豆乳の味は好きでも。好きじゃなさそうだな。聞いたことあるけど。言ったことないよ、私は。どうなんだろうね。くらいって牛乳入れて凍らせる。あれもやったことないけど、牛乳凍らせる、それどんな感じ。それもシャーベットっぽくなるのかな、わかんないな。美味しそうだけど、その組み合わせは普通に苦手多い、多いかな、言うほどじゃない苦手。食べようと思えば食べれるけど、全部冷凍バナナ、冷凍バナナ食べたことないな。凍った状態のバナナ、
食べたことないや、普通のバナナしか。なんで食べないが多い。嘘、そんな多い、私多いと思ったことないんだけど、その話してるからじゃない？このネタものの基本何でも食べれるけど、アイス系ででも困ったことはないかな、そんなに食べれなくて。ミルクティーはちょっとあるかもだけど、なんかそう、なんか出てる飲み物でミルクティー、なんかティー系しかない、紅茶系しかないみたいな時はちょっとどうしようかと思ったけど。でもなかなかないじゃんそういう場面。だから困ったことはない。それはじゃ、野菜はね基本食べれるけど、で人参があんま好きじゃないかも。人参なんかデカめの人参ってなんかあのさ、ちっちゃく切ってあるやつ、みじん切りとか全然食べれる、スープに入ってる人参とかいいんだけど、あのハンバーグの付け合わせであるようなあの大きいやつはちょっと苦手だな。あと火が通ったトマトとか、あと春菊とかかな、ちょっと独特な味でも、そんぐらい。でも春菊食べる機会ないしな、人参は後で。でもね人参はね食べようと思えば食べれる、進んでは食べないけど食べようと思えば食べるけどって感じ。今日なんかリップ薄いな、ちょっと付け足してこよう。塗ったんだけどな、めっちゃ薄くつけちゃった。